こんにちは。こんにちは。私は今岐阜県岐阜市長良という場所にいます。目の前には日本三大清流の一つの長良川が流れているというそんな場所でございます。今からすぐ近くにある有名な廃墟施設を見に行きます。ちなみにその廃墟施設はもうこっからも見えるんですよ。何あれ、ちょっと怪しく光り輝いてるよね。なんか塔というか何というか分かんないけどねえ、映っております。この辺りは金華山を含めて綺麗な山々の景色が美しい場所なんだけど、もうその中に明らかに怪しいというか異彩を放っている謎の建物があります。本当になんか何かが分からんもんね、あの建物そうだよね。では今からあの怪しい建物まで行ってきます。行ってきます。ちょっとなかなか道が険しそうだね。いや本当にね、もう本当に山道だもんね。だいぶ険しいね。いやこれ行けるの？行けるんかなまあまあ草ぼうぼうよね。これ行けるかなマジで。いやちょっと不安。でちなみに今僕らが歩いているこの一帯はもともとは古津楽園っていう大きな、まあ、観光施設というかテーマパークだったみたい。あのフルーツ楽園じゃないからね、うん、フルーツ楽園ね。フルーツ楽園、はい。後ほど詳しく言うんだけど、このフルーツ楽園は岐阜県の会社の柴田観光工業っていうところが手掛けてたみたい。なんか Google マップでこれ一帯来る前に調べてみたんだけど、うん、めちゃくちゃ敷地が広いから、うん、なんかいろんなね施設がいっぱい、乱立していたそうで、うん、それの廃墟とかもいろいろあるみたいです。あなるほどね。じゃあ早速行きましょう。で開業した時期はね正確には不明なんだけど、うん、1968年頃にはもうすでにあったっぽい。なるほどね。そう、なんか建物が見えてきたよ。めっちゃ見づらいけど、分かりづらいけど、なんか建物らしきものが。虫もすごいね。いやすごい、無視しようおもろいやん。いや全然面白くないでしょこれ何なんだろうね、あれは。わあ、何だろう。なんか槍のはなんかタンクだけど。タンクだね。貯水庫だと思うけど。ああ。不思議な。なんかタイル、上がタイルになってる建物がありまして、貯水タンクかな。貯水タンク。受水槽って書いてある。ああ、まあ。竹が綺麗だね。竹が綺麗。こっから行けんのかな、まだ。どうなんだろう。うわ、なんだこれ。いや、これ怪しいな。行けるんかな。ちょっと行ってみるわ、先。うん。うわ、これトイレじゃん。これトイレ4個あるけど、どうやってしとったんだろうね。ほんまや。距離なさすぎん距離なさすぎでしょ。いや、いけるわ。いける。ただめっちゃ険しい。めっちゃ険しいんだけどさ、ここを通るしかないと思う。ちょっとね、途中撮影止めてましたけど、撮影する余裕もないぐらい険しい道を進んできてます。本当に滑り落ちそうでした。半分過ぎたかな。どうなんだろうね。多分これ良い子は来ない方がいいですよ。真似しないように。本当に。あーでももうちょいで近そうやで。階段ある、ほら。階段、本当だね。急な険しそうな階段が現れました。いやもう近いと思ったんだけどね、まだまだありそうやね。むしろこれ帰れるの、もう樹海に来た気分だちょっと縁起悪いことやめてくださいよあーちょっとマシになってきたね。だいぶマシになったね。めっちゃ綺麗じゃん、謎のキノコ
怖いよね。よう育ったなこんなとこで。食べる？いやいやいや、ちょっと遠慮しておきます。はい。なんか施設があるぞ。またまた。うん、なんか物置小屋。これなんだろうね。なんなんだろうねこれ。不法投棄と思われるストーブとか、まあ、テレビとか柵みたいなのが置かれています。見えてきましたよ、パラパラ。これなんだろうね。ああ、もともと建屋があって壊れたのかな。倒壊してます。見えてない。バス。これやばくないこれ。年季入ったんだよ。やば、なんじゃこれ。そんなめっちゃでかいバスってわけじゃないね。じゃないね。多分この施設にお客さんを運ぶ送迎バスかな。あ、専用のね。専用の。この山からどうやって持っていくかだよね。撤去するの無理だもんね、こんな。無理だね。また道が険しくなりそうな雰囲気があります。ちょっとこれ気をつけた方がいいな。だいぶちょっと低くして、うん、見て見て見て、これこの像見える。像。あ、像。像の像だね。そうね、シャレになっちゃったけど、これもね結構見物らしいよ。なんか光がもう差し込んできましたよ。お、僕はもう見えてますこの位置だと。あ、本当だ。お、え、でかない？結構でかいわ。でかいね。到着しました。ようやくです。ようやく。嬉しいね。嬉しい。先ほど下から見えたあの怪しい建物はこのブッシャリ島です。なるほどね。なんか落書きもすごいけど、なんか大仏。そう、あのブッシャリ島っていうのは、うん、お釈迦様の遺骨を納める塔のことを言うらしい。あ、やっぱりなんか下から見たらめっちゃ立派な感じがしたけど、うんうん、こう見ると結構なんか色あせてて、落書きもだいぶ盛んやね。すごいね。でもなんか偉いなって思うのが、やっぱり大仏にはちゃんと落書きされてないて。ほんまや、めっちゃ綺麗。うん、ちょっと近くまで行こうと思いますけど、率直な感想として意外とでかいなっていうのがあるよね。うん、意外とでかい。落書きもこのブッシャリ島とは似つかわんようなアニメだね。うん、まあ相変わらずうまいよね。これ誰をモチーフにしたんだろう。誰だと思う？シャーマンキング。何にもわからん。ね、まあでも最近なんだよね、多分2021って書いてあるぐらいだから。ほんまや、ほんまや、ほんまや、ほんまや。美的センスあるね、相変わらず。うん、だいぶでも色あせてるな、こう見ると。うん、あ、ここにも。お、ちょっと待って、なんかあるぞ。なんか入れるじゃん。なんか一応裏に回ったら塔に入れる入り口が開いてたんですけど、ちょっと我々はやめておきます。ここまでにしておきます。このフルツ楽園は結局開業して数年後にはもう廃業してしまったそうで、なんかもう周りの施設はね、見た感じですぐ朽ち果ててしまったんだけど、うんうん、この白いブッシャリ島はなんか異様な存在感を放って、うん、パッと見、まあ、立派じゃん、うんうん、だから廃墟マニアの中では今もなお有名な建物として認識されています。で、この白いブッシャリ島は別名ホワイトスラムって呼ばれています。ホワイトスラム。ホワイトスラム、なんかハテナって感じなんだけど、おそらくそのホワイトスラムっていうのは廃墟になって落書きも増えた様子を見て作られたキャッチコピーだろうというふうに僕は推測しています。なるほどね。
だってね、よくスラムっていう言葉って、まあ、スラム街とか、うん、そういう言葉で使われるけどさ、この周りってもう誰も住んでないじゃん、うん、もう山だね。そうそうそう、だからスラムな要素は何もないから、まあ、廃墟に作られたキャッチコピーだろうなっていうふうに思います。なるほどね。このブッシャリ島の正式名称は岐阜平和島と言います。戦後の日本再建と世界平和を祈願して作られた建物だそうです。もともとは熊本県熊本市にある花岡山ブッシャリ島が発端と言われています。1945年に熊本にある花岡山に初めてブッシャリ島の建立が決められたそうです。1945年には大東亜戦争における熊本県の死者の霊を大安する式が行われたそうで、それ以降同様のブッシャリ島の建立が日本各地で活発化したそうです。1970年頃には全国45都市に建立されるほどこのブッシャリ島は増えたそうです。この岐阜平和島は宗教団体が中心となって1970年頃に発願されたそうです。その後岐阜平和島県立法参会を結成し、県立に向けて動くものの、岐阜市の土地計画上の理由から建設用地への変更を迫られたそうです。しかし当時この古津楽園内で観音堂を建設中だった柴田観光工業、冒頭に述べた会社ですね、当時その会社の社長を務めていた柴田光次郎氏がその話を聞きつけ、救いの手を差し伸べます。ちなみにその柴田氏は大垣や岐阜で数々の映画館や劇場を経営していたそうです。また柴田氏は戦争で多くの友人を亡くしていたことから、岐阜市の若宮町に八八地蔵をご自身のデザインで左官を務めて建立もされていたそうです。そういったことからこのブッシャリ島の建立にも理解があったと思われます。その柴田観光工業が建立中であった観音堂をそっくり平和堂建立法参会に寄贈したいと申し出をしたため、そうしてこのブッシャリ島の完成に至ったそうです。この施設に来る前にいろいろな廃墟マニアの方のブログを見ていたため、この他にもバンガローや日本庭園があることは知っていました。なのでそれらも拝見したかったのですが、想像以上に道のりが険しく若干身の危険すら感じたため、来た道をそのまま折り返して帰りました。ちなみに施設の創始者である柴田氏は書画の腕前もかなりのものだったそうです。園内に残された建物には自身が描いたとされるだるまと龍の襖絵があったそうなのですが、2019年に保護のために撤去されたそうです。これは私の推測なのですが、それらの襖絵が保護される前は定期的に管理者的な人が来て道の整備や木の伐採をしていたのではと思いますが、その絵が保護されて以降は誰かが管理することはなくなって道のりの険しさも増したのではないかと思います。古津楽園が廃業した明確な理由はいくら調べても出てきませんが、廃業したタイミングは創始者の柴田氏が亡くなってから間もなくだったそうです。よくよく調べると柴田氏はパチンコホールなども経営していたそうで、古津楽園のバックグラウンドはパチンコ店や戦術した映画館の収益だったそうです。これは私の憶測ですが、古津楽園は創業当初からあまり経営はうまくいっておらず赤字続きであったと思います。戦術したパチンコ店や映画事業がその赤字を埋めることによって経営が回っていたのではないかと思います。柴田氏が亡くなったことにより不採算事業削減の一環として
フルーツ楽園の廃業を選択したのではないかと思っています。フルーツ楽園は自然に囲まれて食事や宿泊や娯楽など何でも満喫できる宗教レジャーランドという印象を受けました。それよりも創始者である柴田氏が世界平和を願い岐阜平和党の建立を容認し自身の思いを残すべく人生をかけての対策を残したい、そんな思いで築き上げられた施設なのではないかと思いました。はい、ということでなんとか無事、最初の場所まで戻ってくることができました。いや、めっちゃ過酷だったね。過酷、本当に山慣れてない人だと無理だね。もう多分10分の1か2ぐらいで引き返してくるよね。うん、虫もすごいしね。いや、本当にカメラマンのリュウちゃん汗だくで本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい、まあなんというかね、やっぱり宗教テーマパークで長きにわたって経営を持続させるのって難しいんだなってのを、まあ、ちょっと僕は実感しました。前ね、石川のユートピアかかっていたところも、まあ、今あそこはねまだ現在営業中ですが、そことね同じような空気もありましたし、まあ、場所もね立地が悪いからね。そうやね、まあね、当時あの道がねどうなってたかちょっとよく分かんないですけど、うん、まあでもね登ったらね高台で景色めっちゃ良くて、うん、空気も綺麗だったよね。うん、綺麗だった。はい、ということでフルーツ楽園ホワイトスラム探索終了しました。今回も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。さようなら。